するしない。どうも、ひなたいこです。今回は麻雀卓の歴史を知ろうということで、新しくお二人のゲストに登場していただきました。お名前と座席番号をお願いします。はい、日本プロ麻雀協会の柚塚ゆりです。よろしくお願いします。はい、RMU の塩田美代です。よろしくお願いします。あだ名何？あだ名ですか？ミヨングと私でもなんか複数あって、どれも定着してないんですけど、どれが一番定着させたい？定着させたいのですか、うん、でも最近ちょっと個人的にお気に入りなのはゆずパイです。オッケー、全然オッケーです、うん、オッケーオッケー。ミヨング、ゆずパイでいい？うん、ゆずパイでいいよ。ゆずゆずが本当は好きなんですけど、でも日本語で縛りなんだ。言いづらいっていう。パイユズでいいよ。パイユズとミヨンヌでよろしくね。そして今回ももうね、太陽技研の麻雀卓といえばこの方、ケミさん、今日も説明お願いします。さあ、早速なんですけれども、私たちの後ろにあるこの卓が、そうですね、アモスジャパン。はい、平成元年に弊社が初めて出した全自動麻雀卓。最初のおしゃれじゃない？色合いも、うん、味がすごい食レポ下手でしょ。味が、味が何？味が味付けね、この光沢具合が。昔の卓ってこう全自動がない時って何でできたんですか？こちら木の枠でできてることが多かった。昔の卓、ね、はい、手積みの卓ですね、はい、弊社はプラスチックの成形加工の会社ということで、枠の方もプラスチックですね。で、ただ木の風合いを出すっていうところでこの色合いを出してます。すごい品格のある柄ですよね。で、こうやってどうだった？開けた感じ。あ、すごいスムーズで。ゆずパイ、ゆずパイいいね。これもリーチの時音鳴るんですか？当時はリーチの音ではなくて、万が一故障した時に音を鳴らして知らせる。その故障だよみたいなんですか？いえ、もう声ではなく音で。あ、音でピンポンピンポンピンポンって鳴るんですか？じゃあ今は卓置くとこ、リーチを置くとリーチって言ったりするけど、そういうのはこの時はまだ、この時代はなかったんで、チャイムみたいな音が鳴るんだ。ピンポンみたいなのが当たるんだ。すごい可愛い。はい、平成8年になります。アモスモンスター。モンスター、これはもうね、近所にいるよね。これはどこにでも会えるよね。最高線道場にも置いてあります、アモスモンスター。もう使い勝手いいよね、これ。馴染み深いんじゃないかな。そうですね、世間で点数表示が、そうか、なかった、そうだ、そうです。出るようになったんだ。が注目され始めたという。はいはいはい。相当話題になったんじゃないですか、この点数。そうですね、おかげさまで。はい、弊社は電気抵抗で、その一本一本が満点棒、五千点棒だっていうのを認識するようにできてまして、これがそうなんだよね。そっか、まあ、ケースを開けたままで点数も出せると。反応する。はい、反応するというところで画期的でした。いっぱい、これちょっとチェックしてもらっていいですか？お願いします。まあまあまあ、重さがプラスした分そんなに滑らかじゃないですけど、あ、なんかあっちの方滑らか、あっちの方滑らか。あ、なるほどね。あっちの方滑らかです。モンスター、ちょっと滑らかさなくなった。いや、ただこの点数表示あるのは絶対いいので、うん、まあ、加点ポイントのが大きいよね。今良いでしょうっていう感じですね。うちのユズパイちょっと厳しいんですよ。で、このなんかこのマットの色の変化とかもあるんですか？そうですね、すごい鮮やかな緑だったのが、目に優しいちょっと青みがかった緑になりました。そうですね、本当におっしゃる通り目に優しくというところで。そうなんですね、はい、さらにこちらはですね、え、この子私初見です。実はこれは日本で発売をしてません。え、あ、売ってないの？はい、なんで、なんでですか？これは中国の市場向けに開発した。国が違うんだ、うん、さっき開けたところ見たんですけど、うん、開き方が独特ですよね。どう開くの？うん、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、すごい、なじみがない開き方ですね。
ました。ここに入れるんですか。そうですね。今ちょっと中に入ってますけれども。ちょっと待って。こうなんだ。すごい。この甘酢ビールは日本では売ってない。中国の方で、売り出しそうということで開発した。1998年に。そうですね。そうなんだ。ですからマージャンパイも当時にしては大きいです。これ相当でかいよ。すごい。これやばくない？確かに。だって第二関節まで行くよ。これすごくない？相当よ。いつまでここ。いつまで扉変だから。これ変わってるよ。どう？何どうした今。本当はそこに箱が設置されてるんですね。そうですね、はい、でこれはプラスチックじゃないんです。これ木です、ね、はい、これ木だけど今履き方がすごい。なんか磁石は、はい、磁石があるよね。磁石が入ってちょっとゆずぱいこうなってたもんね。すごい。もう一回やって。蓋だけでも特徴があるんだね。これどうですかゆずぱい。これはまあまあイメージですね。これは日本ではお目にかかれないので、うん、今こう探してもあるのはここだけだったりするんですか。もうそうですね。じゃあ希少価値ですね。そうですね。アモンコング、ここから進化したのが、リーチの音声が出る。ここからこちらのアモンコングが待望の、そうです、音声にてゲームスタートとかナンバー突入しました。はいはいはい。それからリーチ音声ですね、はい、これいるよ、どうしようのがいますね。1999年平成11年についにリーチだったり何入とかも言うんですか。何入もそうです、ね、全部これが発生するようになったんですね、はい、でここに新たにこう他のものも入れられるような。そうです、チップ入れですね。大きくなったんですね。そうですね、うん、ちょっとゆずぱいいっちゃいますか。お願いします。チェックを。ゆずぱいチェック。いいですね。今終わりきる前にもう交換しちゃったね。これはもう姉の後なんでなおさら。キリュウに謝れ。すごいいい。これは良いです。今までのこの見てきた中でまだ普通にこう販売されてるものっていうのはあるんですか。いえ、今までのはもうないです。もう、そうなんです。製造されてないんだ。ないです。なるほど。でもこれだいぶ今使ってるものになっちゃったよね、完全に。ここからさらに、はい、作っていくんだ。先ほどのこのコングで、バトルフォール。バトルフォールはもう超有名だよね。リーチ音声なんかは一緒で、はいはいはい、今まで点数表示が1箇所で、ね、はい、相手の点数を見たいときはボタンを押して確認してたんですけど、はい、その動作を不要とした、はい、これは画期的です。4人分がはっきり見れる。うん、これバトル4ってよくみんな呼びません。呼ぶ、ね、そうですね。これもどうしようになります。すごい有名な卓。これもでも一緒ですね。一緒です。二度目に味わったのはもう感動がないってこと。一緒で良いです。あの今までからも構造をガラッと変えました。え、何が変わったんですか。まず、はい、まず麻雀牌並べる方法も4箇所吸い込みに変えまして、え、今までは1箇所です。1箇所だったの。1箇所から全て。バトルも1箇所なの。そうです。山からバトルフォーまでは全部一箇所吸い込みで、こんなシャペ全ての場所に並べてたんですけど、これはもう各場から4箇所から吸い込むと、吸い込んで並べる。4箇所になると何が変わるんですか。当然攪拌杯の攪拌率が変わります。スピードはどうなんですか。スピードもわずかに上がります。おー、でもわずかなんですね、はい、これがアモスアルティマ。もうね、みんな聞いたんじゃない。麻雀って行く人とかも大体アルティマ、アルティマってなんか友達のように呼んでますよ。はい、アルティマのことを。アルティマが最初私会社の名前だと思ってたぐらいにもうアルティマだったんですよ。そう、アルティマちょっと聞いたよ。あ、いや、そのもう大きな特徴が一発自動ハイパイドラ出し。そうだ、ハイパイをハイパイが上がってくる。あ、こっからなの。やっぱそうです。ほら、バトルフォーなかったから。なかったから、ここまではサイコロを振っていただいて、出た目から本当だ
っていただくのをアルティマから本当だ、はい、ハイパー上がってくるしドラもめくれてくる、はい、あそっかそっかそっか、あとは、はい、展望もですね、はい、今までのバトル4は、はいはい、何展望、5000展望っていうのを決められた場所に入れないと計算しなかったんです、うん、そうだ、同じようなとこじゃなきゃダメだった、はい、このアルティマからですねケース内にあればどこに入れていただいても反応めちゃくちゃ便利わかる、うさんくさいショッピングとかテレビショッピングなんと今なら今ならいくらだちょっと先生これでも今ちょっと知れたアルティマですから、あ、でもなんか思ったより重いですね、あ、あれ、あ、これなんだろう、これなんですか、一般のご家庭でお家向けなの、遊んでいただきたいなと、やはりアルティマのタイプになりますと、うん、お値段も随分読むようですし、はい、高いというところでよりもっと麻雀に馴染んでいただきたいという思いから最初に見ていただいたギャバン、はい、ギャバン、あ、そうだ、ほんとだ、何これ、色が違うんですけど、これデジャブじゃん、ほぼ復刻したと、あ、そうなんだ、さっきのやつを思い出して、もう一度作った、だからそれ似てるんだ、すごい、はい、あ、ちょっとすいません、すいません、マーテル、でもマーテル、ちょっともう、そうですけど、もうちょっとボキャブラリーが、あ、すごいボキャブラリーが、あ、すごいあ、これだと、え、かわいい、なんか今となってはいいよね、いい、かわいい、シンプルな、すごいいいです、そう、表示がないから、普通にこれ、もしなくなっても近くのね、マッチもあったりで、マッチもね、替えが効くよね、すごい、ね、かわいい、え、で、それで、え、今現在に至るのはこれも家庭用ってこと、シャーベルの、そうですね、え、これ初めて見たかも、え、これこんなになるんですか、え、これは座卓だ、真ん中のこの柱を取り外していただければ、座卓は知ってるよね、ご自宅の日向は座卓は知ってる、座敷なんかにも使って座って遊んでいただける、座卓ね、確かに、で、蓋がないんですか、これ、うちの蓋がないんですね、蓋職人がうちいるんですけど蓋職人、見てくださいか、蓋開ける蓋もね、みたいなすいません、ちょっと手間、その手間すらもなくしてくださいました、今言ったこちらのマーテルは一箇所水庫ですけど、こちらはアルティマと同じ4箇所水庫で、ハイパイとかリーチ音声は出ないんですけど、その大きいサイズのパイで遊びたい方、家庭用にも目を向けて、いろいろ自動卓は進化してるってことですね、そうですね、はい、マージャンするしないを見てるメンバーはおなじみですよ、うちのいちごちゃんのこれ姉妹ってことでしょ、そうですね、え、あのいちごちゃんはここに1台とうちの1台しかないんですよね、ピンクから、え、そうなんですか、マジすごい、すごいでしょ、すごい、限定カラーの世界に2つなのが1品だと思ってる、え、すごい、作ってくださいよ社長に聞いておきました、良くないですか、これ可愛いですか、聞いてないみたいなことですか、いえ、もともと女性もどんどん麻雀に増えてる、麻雀で女性にぜひとも受け入れられるんじゃないかというところ、じゃあ2台しか作んないのは間違いだよでも価格が高騰するから、そうですえ、レックスの違いは何なんですか、アルティマとレックスの違い、そうですね、一つはまず、まあ、サイコロもあるんですけども、ね、ルーレット式に変えたと、あ、そうだ、そう、ドラ出しとハイパイやってしまうともうサイコロとかを振る必要性がなくて、ね、でもサイコロが置いてあるとどうしても皆さんボタンを押してサイコロが回って出た目に手がいってしまう、はい、っていうところで、あとはもう最先端のちょっと次世代型のようなイメージでサイコロっていうアナログ的な部分を外してみてルーレット式と、なるほど、差別化ですね、はい、でここですよね、一番の特徴は、あ、そうかな、そうですね、リーシャンハイが
そうですね、2チャンハイも。ワンパイがもうセットされてる、ドンとワンパイされてるんですよ。そっか、確かにこれがすごい。何枚になってんの、いいですよね。こっちから何枚くっつけなきゃとか、そう、ない、くっつけなきゃとかがないから、はい、これが今一番最新の、そうですね、最新の機種になります。レックス、はい、積、ね、まれ方も違うって、ね、そうですね、積まれ方も違いますし、まあ、攪拌をよりっていう、より一層攪拌するという意味で混ざるんですよね。積み方 もう各バランダムに、この2段積みから始める場合もあれば、ハイパイから積んでいったりとか、ランダムに今までなかったパターンですよね。そうですね、はい、であとは最大の特徴として、こちら左側のこの銀色の取っ手の下に USB ポートが、うん、めっちゃ便利、携帯電話の充電が、充電が便利、大好き携帯の充電大好き大好き、本当にしかも携帯電話もセットして置いてます、ね、そう、すごい入るんだよね、はい、ちゃんと設計されてる。財布がちょっと大きめになっていたのがちょっと早くなりましたけど、はい、すごくいいですよね、携帯電話、はい、本当に便利。あ、チェックしとく、あ、チェックします、お願いします、せっかくだから先生、あ、いいですね、安定のこのね、アルティマじゃない棒がちょっと混ざってますけどね、100点棒が、はい、審査が厳しい混ざってますね、はい、そして何、こっちに最後に白いタグあります。これはなんか看板がないです。これはですね、開発中の商品でして、なんと、何これも一般家庭向けのお家を、はい、あの先ほど紹介したシャルルよりもさらに、点数表示で、まあ、お買い求めしやすい点数表示、そうですね、すごい、今のところ家庭用で点数表示あったのないですよね。ないです。そうですね、はい、今回このJPEX、はい、っていうのが初めて家庭用だけど展望表示がついて、はい、で、はい、はどう、麻雀牌も大きい、すごく大きいホタテ貝かなんか食べる時の反応だからね、それ間違ってるからすごい大きい、違う違う違う、あれ、これガシャンってなるところがない、一枚、あ、上がるんじゃない、サイコロボックスが、あ、そういうことか、はい、そっかそっか、あ、え、上げてみてもいいですか、はい、上げてみよう、痛い、なんかだからすごい綺麗、ここに丸めてないから、確かに、ミロンでやってみる、いいな、うん、いい、あ、すごい、え、すごい静かしてて、やってみていいですか、入れて、はい、だからサイコロも、サイコロの絵が描いてあるのが可愛い、で、これは赤い、赤いとこ、ねえ、見てた、姉ちゃん。わー、え、どれくらい音、え、音静かですね。静か。吸い込み口、これいくつあるの、すごい気になってる。これめっちゃ早い、吸い込み口。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 吸い見る限り出そう、出る見る限りが出ます、全部は出ます、全部は出ます、正しい、これじゃない、リーチの音声が出ない、かわいい、あ、リーチ別にお家でリーチ別にそんなオーラスになりました、家の中であのオーラスです頑張ってくださいとか言われてもあんまちょっと静かにしてってなる、どっちかというと家族マージャンとかでワイワイやる感じですもんね、家だと、え、いい、これこれいいよ、完全に今買う目線の話でいろいろ聞いてた、これくださいよこれ、え、これいくらかまだわかんないの、わかんないの、そうですね、高い、え、はい、超欲しい、ちょっとこれ、あ、まだ販売してないんですか、欲しい、まだ販売してない、あ、そしたらいちごちゃんはどうなっちゃうんですか、いちごちゃんはあの会社のものなんで、はい、私に何一つ権限がないので一個自分家に本当に欲しい、欲しい、これ欲しい、これだけ麻雀のタグの歴史があると今後の進化も気になるんですけれども、家庭用にまた目を向けてさらに視野を広げていってるんですね、アモスシリーズ、そうですね、まず一般家庭向けからですね、
レックスなんかを使っていただく、うん、レックスね、ハイパイを今度使う、便利になればなるほど皆さんそちらに、使うような形になってくるので、まずは麻雀に入っていただくっていうところで、まあ、開発はしていってますけど、まあ、これ以上の機能っていうのはちょっと一般家庭、いやでも最大限じゃないですか、うん、なんかもうね、もう十分ですよね、でもこれだけインタクが出てくるんだから、もっと麻雀人口増えて賑わってくれるといいですよね、はい、そうですね、賑わってほしいですね、はい、じゃあお二人にも感想を聞きたいと思います、はい、どっちから行こうかな、あははははは、締めはお願いしよう、はい、どうでした、作の演じました、最初からすごいいろんなの見て、もう進化のもすごい見えて楽しかったですね、肺大きくなってたり、攪拌率上がってたり、プロの目線なんなら座卓がでも一番楽しかったすごいね、女子って座卓好きよね、いやもう本当に座っていきたいよね、だってこれ家に用意しても椅子用意してサイドテーブル結構大事じゃないですか、確かに、それ考えたらね、座卓で座布団用意した方が、そう、お盆でいいもんねサイドいらない、いや本当いろいろ見えて楽しかった、一番感動したのは座卓座卓いいね、お女子っぽい、じゃ最後にグッバイ、はい、お願いします、座卓全部見たけどどうでした、いや本当に私多分こんなに種類があるって知らなくて、ここに来るまで、うん、で真剣にここまで見たことも正直なかったので正直だね、はい、まあ、勉強になったし面白かったし、なんかもうちょっとそういうのを知れる、知ろうと思う、なんかいい機会になったなと本当に思いました、真面目だ、真面目すぎた一番良かった、一番良かった、あの扉は一番良かったの、飛龍、やっぱ飛龍が癖強いの好きなんだ ね、 そうね、木だし、あ、木だし、木好きなんだね、木ですね、うん、じゃあ飛龍ぜひあのお願いしてください、あ、お願いもらえるよ、あの蓋だけくださいみたいな言ってください、シャレオツなあの蓋が、でもこれからもね、いろんなタク見るの楽しみですね、そうですね、これからの進化がより楽しみにすごいショッピングテレビショッピングの匂いがすごいするけど多分下手なタイプね、多分そっち側で、でもいい味出てたよ、ありがとうございます、これからはもう扉職人として、扉職人としてください新しい世界を、はい、築き上げてください、はい、さあ、ということでこれがたくさんのハイの、ハイとね、タクの説明ありがとうございました、これからもどうぞよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、動画ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録、高評価、皆さんこれいいですか、はい、高評価よろしくお願いします、Twitter もフォローしてください、ではまたお会いしましょう、さようなら。